1年間応援どうもありがとうございました。また、降格者にもかかわらず昨日大宮にたくさんのお客さんが応援しに来てくれました。本当に嬉しかったです。皆さんの期待に応えたかったです。皆さんの思いと選手とスタッフの思いは全く同じだと思います。ライバルチームがすごく活躍する中でモチベーションは今の時点で最大です。絶対に巻き返したいと思います。1年間本当にどうもありがとうございました。頼むぞ頼むぞ。今日はファン感謝デーです。一日楽しんでいただいて選手たちにエネルギーを与えてください。どうぞよろしくお願いします。1年間どうもありがとうございました。宮本京都本部長ありがとうございました。さあそれでは先ほど宮本さんもおっしゃってましたけども、はい、今日は一日いいエネルギーに変えて楽しんでいただきたいということで、選手の皆さん